はいどうも、赤星瀬尾あがしマシシテミー、はい、さあ今回 G3 浦安さんまた来ました。あー怖っ、何かがいます。怖い、専門のお店でございます。はい、はい、というわけで、今回は手に入れたのはですね、370g の豚3枚セットという、セットで、めっちゃボリューミー。そう、真ん中なんとうつらや、ニンニクも入ってたりしまして、開けるとこんな感じ。あ、すげー。で右側ね、サービス麺というのももらったんで、ちょっとこれも一緒に茹でていきますよということで、2個投入しております。はいはい、まあ、つまりだから 370+370、 えぐいの。これだから自分への挑戦でもありますよね、今回はね。家で、はい、まあ家ならそうか、時間かかってもね。ね、だから740ですか。えぐいな。ね、いってますね。なんとちょっと前入院してたんですよ。ね、胆のうがない分やっぱ隙間が生まれたのかもしれない。違う違う、体の中にね。覚えてます、ソニーを言ってたこと。言ってた、おもゆが美味しいと言ってた。すごいね。さあこれなんです、麺の方に油をたっぷりかけていきますね。すごい。で今回ですね、ラーメンではなくちょっとつけ麺風にしてみるといいという情報を手に入れまして、今回はこのように食べていきます。豚増し極太麺小ラーメンセット、野菜抜きの油増し増しで、そうよね。うずらは10個、ね、1パック5個入ってますね。もう2個分入れちゃった。2個分入れてますね。で、スープをそのまま使用しているんですが、はいはい、ちょっとお店さんの情報によると非常にね、濃ゆいスープなんで、つけ麺風でも美味しいぞと。なるほどね。いうことです ね。で豚かさ油を麺の上に乗せましたよね。なんですが、スープの方にもですね、かなりの量潜んでますんで、まあ、豚かす、まあ、買ってほしいけども、とてつもない油量になるんで、いいこってり加減ですね。なるほど。で豚3枚入りもありますが、もちろん1枚入りとかも。とすごい、野菜がないとは思えない。この量ですよ。ね、豚さん、これは力強い。これはすごいね。豚です。はい。思いっきりかじるとね、とても楽しい豚さんですね。あ、いやすごいな。油かすもいきます。これ単体でも美味しいんです。ダイレクト行きすぎだって。いやーこれ美味しいんですよ。メンマも逃げておりますね。これちょっとつけてね、ちょっとつけて食べてますけどもね。でこの油ですね、豚と交互にいくとね、ギュチとプリが、2種味わえて美味しいですね。結構ギチ系なんですね。そうそうなんですね。でさらにもう一つね、浸しておきます、ちょっとね。そして、いきましょうね。茹で前372玉使用なんで、茹で後はおそらく1キロは超えてるでしょう。ああまんまいったね。ああハスミっぽいのかなと思った麺ですが、そのまま食べたらちょっと藤丸っぽい、ごわわし麺でございましたね。直で言ってる。あのこれ油もかかってるんでやっぱりね、美味しいですよ。ああ いけちゃうんです、まあ、そう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 、ね、ただ、まあ3分半と書いてあったんですが、ちょっと3分半だとめちゃくちゃ硬いかなと思って、おすすめよりもちょっと多めに茹でてます、ね。あっとここでメンマ登場だね。油の匂いに誘われておりますね。あの食わなかったよ。食わないです。付属ニンニク、さあメンマがついてくるってなかなか珍しいですね。そうこれ初じゃないですかね。ちょっとニンニク危ないんで避けましたが、ね、これやっぱりね、用意してくれたことによって、手間が省けるのと、それからお店が選んだニンニクであるってことと、刻み方もお店であるっていうのが、まあそうね、刻み方がやっぱ風味が変わってきますからね。そう3つ嬉しいね。まあちょっと冷蔵してるんで風味はまあ落ちますが、まあチューブニンニクでは味わえない。なるほど。やっぱりニンニクのうまさありますね。これはね、ついてきてるのは嬉しい。で、お取り寄せ系でニンニクがそのまま使えるのは、まあ、初ですよと。そうですよね。なかなかニンニクをね、生で用意してない時に、まあいっかって妥協しちゃうっていうのを避けることができるわけですね。あれなんですね、それ。これあるあるのような気がしますよ。はい。そしてスープ豚さっき浸してやったやつね、はい。非常に染み込んで、美味しくしてからぜひ食べてほしいということですね。はいはい。まあ別にラーメンとして作れば別に常に浸してあることになるから、まあそうなんだけど、まあそうだな。つけ麺として食べた場合ですね。今回そうですもんね。はい。いやいっぺんに食いすぎだって。いやうずら10個あるんでね、スープと一緒に食べると3連いや美味しいですよ。白い3連生ね。白い3連生ね。うんまということでね。さああら、うずら食ったらうずらが。そうなんです。ここでですね、
さあ今回はうずらをじっくり見る場所が、はい、まあね、いやじっくり見てください。たまにはちょっと見てください。大きくなりましたね。でかくなっちゃって、うずらの方がね目がでっかいんです。あ、そう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 、ね、うずらにうずら見せます。はい、ともぐい、はい、ともぐい、ともぐいではないです。ともぐい、あ、セーフです。赤星さんが豚食ってたらともぐいですもん、ね、あ、いやいや、豚、あ、なるほどね。お楽しみにということでね。もう楽しみに、これ、あ、麺もね、ちょっとじっくりうずらさんに見てもらいましょう、うん、ね、いやー、なんとも思わないんじゃないですか。で、さあ、どう思ったかな、うずらさん、ね、どう思った、興味ないよということでね、そっちの方が助かるんだけどもね。はい、と言ってる間にもう後半戦、うん、私ね、はい、これまでお店で食べた最強の量は、うん、行天や伊勢原店さんのゆで前600というのを僕は食べ終わってるんですが、野菜がなければ74もいけるなっていう感じでしたね。いや、ちょっと大丈夫ですか。え、わかんないですけど、まあ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 、豚の脂の量多かったですが、はいはい、お店で食べる指針になったかなと。ああ、今後ね、そうそう、こんぐらいはいけるっていうね。で、うん、麺がちょっと多すぎたなって思った人は、うん、ここで黒胡椒とかやっぱり入れるとね、あ、そう、アクセントでいいと思います。なるほどね、はい、いや、まあ野菜ないとね、まあ、まあそうだね、水分とかも結構溜まってきますもんね。味もね、薄まらないし。あ、ここで最後に締めをしておく。あーっと、あー、怖いな。怖いんだよこれ。いや、これ、いやいや、なんかもっと怖い、もっと怖い、なんかこの人より、うん、いやー、ちょっとお父さんより怖い。うわ、怖いな。おっさんでしたということでしたね。ホラー終わり。食べ過ぎちゃうこうなっちゃうのね。久しぶりだ。 92.8 いきました。まあまあ、自分次第でしたね。自分次第ですが、2個入れてますから。か、うん、はい、というね、非常にパワーのある G3 浦安さんということでございましたが、うん、はい、うちにまだですね、はい、豚のハーフ丸ごと置いてあったり。いや、めちゃくちゃでかいのありますよ。そうそうそう、冷蔵庫にもう一袋ラーメンがあったりしますんで、はい、だこれ瀬尾さんがですね、ぜひ、はい、ともちょっと別の食べ方で、はあ、そうだな、ご飯と、はいはい、油っかすを使って、はいはい、なんか丼みたいなやつもね、なるほどね、見てみたいっていうか、うん、っていうか、はい、僕もそれ食べたいなっていうのが。大丈夫ですか。であれご飯に、ね、やったら超美味しそうだなと思って。なるほどね、そう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 、はいはいはい、なんでもう一回G3浦安さん行こうかなと思ってますけど。なるほどね。動画としてね。あ、動画として、動画として行こうかなと思ってます。はい、まあ、っていうか本来は3人で食べるかどうかっていうところだったんですけど、まあ、まだちょっといらっしゃらないということでね、はい、今回も背負ってはい、そうですね、教えてないかもしれない、なんかね、なんでしょうかね。まあまあまあ、これ笑い事なんで、はい、僕はもうね、よく分かってない、よく分かってない、笑い事なんでね。ということでね、G3浦安さんの一杯でございました。はい、大変なごちそうさんでした。大変ですね。Thank you.